ん？どうも皆さんこんにちは。こんにちは。ヨーマントの船崎です。ともみです。なんか久しぶりですねこういうの。はい。はい。今日はですね、なんと、なんと、なんとって俺よく言うね。なんと、なんと、なんと皆さんにお知らせがございます。この間のほら JR さんの飛行に勝手に作った PR 動画。見ますか、はい、見ました皆さん。見ました。結構ね、一生懸命作りまして僕の中では過去最高の出来だったんですが、好き勝手やっておりましたら、なんとですね、はい、ついに、非公認じゃなくて公式の JR さんの動画を作ることになりました。いやーすごい、いやすごくないですかこれ。皆さんすごいですよ。はい、トモミさんがあまりにも天使みたいな写りだったので、新しくトモミと一緒に電車じゃないね、あれね、 JR に乗って、列車に乗って動画をまた新しいの一本作ることになりました。はい、というお知らせでございまして、で、実際にどんな動画を作るかというと、前回は花咲線でしたね、はい、北海道があって釧路から根室側に行く、まあ、根室本線というあれ話の花咲線って、なんか通称なんだ、正式名称っていうか、まあ、正式なんだけど、正式名称は根室本線なんだ、その中のなんか愛称みたいな、あ、で、まあ、それが花咲線だったんですが、今回は釧路から上側に伸びてる釧網本線、釧路と網走を結んでる釧網本線の走ってるノロッコ号の、まあ、PR 動画というかを作ることになりました。いやー素晴らしい。で、これただ作るだけじゃなくてですね、今回は、まあ、クラウドファンディング、お、あの前は福塚さんのやつでやって、はい、毎日ね、あんな感じで、まあ、今年ほらやっぱ観光の人が少ないので、そのノロッコ号にも乗ってる人も全然少ないんだよね、まあ、そんなこんなで JR さんとしては、今年観光を我慢してる人が、北海道に遊びに行きたくても我慢してる人がたくさんいて、まあ、その人たちにこの釧路湿原の良さを、うちと一緒に、映像を作って、で、お届けするという企画でございます。お、まあ、詳細はクラウドファンディングのなんかリンク貼っとくので、そちらを見てもらうと細かいことが分かるんですが、その返礼品が僕たちがこれから撮影して作る映像、映像それを見て実際にその釧路湿原と釧網線ノロッコ号の雰囲気を楽しんで、なおかつそのノロッコ号の中じゃなきゃ手に入らないさまざまなグッズを皆様の手元にお届けして、で、こうあたかもノロッコ号に乗ったかのような気持ちを味わってもらって、笑顔になってもらおうじゃないかという、こう JR さんの、気の利いた、JR 気の利いたって言い方がおかしいな、 JR さんのそういうのなんていうの、素敵な、はい、企画に我々も一緒に参加させてもらうというか、まあ、一緒に参加させてもらうわけじゃない、我々がもう責任を持ってやるということになっております。はい、ありがとうございます。まあ、説明は長くなったんですが、その動画はこれから作るから、はい、どうしたものができるかよくわかんないんだけど、ね、まあ、テーマはね、笑顔をしようと思った。やっぱりこうね、みんな観光我慢して、いや北海道旅行行きたいなと思ってるけど行ってない人たちが見て、わいいな、俺たちさ、ノロッコ号前に乗ったじゃん、はい、楽しかったし、はい、なんか自然と笑顔になるよね、はい、気持ちいいし、なんかもう癒されますね、気持ち、そう、その癒しと笑顔を届けるっていうのをテーマにしたいですね。花咲線はちょっとこうなんだろう、ノスタルジックでこう妖精だったから人間扱いじゃなかったんだけど今回は人間です。まあ、人間というかちょっと天使っぽくしようかなと思う。天使なれるか、笑顔の天使女神、まあ、なんかそんなテーマで、たくさんの人の笑顔を撮っていければなと思ってますので、そちらも楽しみにしてください。ぜひあのクラウドファンディングのこの、ね、動画の概要欄を見て、もし興味がある人は、動画だけでも確かね返礼品になってるし、あといろんなものがあって、まあ、うちからはプリンですね、ノロッコ号の中にあるノロッコプリンというのをうち作ってまして、それも返礼品で送っていくことができます。あとは、なんとですね、こういう返礼品の中にこれ、はい、わかりますかこれ、よいしょ、これはですね、ノロッコ号のあのチョロキューなんですよ本当の、あの JR 北海道オリジナル、
これ車両の中に乗らなきゃ、車両販売でしか売ってないんだよ。そうですよね。そうね。で毎年売り切れて、まあ、数量限定のやつ、はい、これも、ちょっとこれは JR さんからお借りしてきたやつなんですが、はい、こんなね、こっちか、イエーイ、おー、はいはい、こんな、このね、このチョロ Q という返礼品も、はい、まあ、数量限定はなんですがございます。これが入ってるやつ、すごい細かいですよ。そう、細かいんだよ、こう、このね、ロゴが、まあ、タイヤじゃねえかってツッコミをやめてください。いや、タイヤか、でもいいのか、はい、まあ、こういうのがあったり、あと車内販売の、車内でしかこういう買えないの6個後のこれマスキングシールテープ、マスキングテープですね、はい、こういうのだったり、まあ、この車両の中でしか売ってないこういうクリアパイプとか、こういうセットのやつ何種類かね、返礼品もあって、それ以外にも車内販売の担当のお姉さんたちが手作りしてるキーホルダーとか、なんかそういうのとかもちょっとやってくれました。はい、そういういろんなものを楽しんでいい。で、僕たちすぐそこだからね、ノロコーですね。僕たち車で本当ちょっと走ったら湿原の中行けるんですけど、まあそういうところをこう電車で乗った気持ちになってもらうっていうのを作ることになりました。よろしくお願いします。はい、今日はそのお知らせでございましたね。いやいやいや、ついに公式ですよ。すごい、ついにずっともう貸し付き買ってやって非公式で勝手なことやってたんだけど、ついに、だからあれですよ、もう結構大変です。契約書書いたりとか、お前の会社大丈夫な会社、あの JR 北海道さんって結構大きな会社なんで。いやいや、そうですよ、大企業じゃない、どっちかというともう、なんだろう、言い方悪いけどガチガチ固い小固い企業なんですよ。こんなうちらみたいにヘラヘラやってる会社とはわけが違うので、前の会社は大丈夫なのかでもいっぱい調査されまして、はい、そういうのも全部こう大丈夫ですよ、反社じゃないですよみたいな感じの書類とかも用意しなきゃいけない、そういうのを全部クリアしまして、晴れて、皆様にお届けできることとなりました。ですので次作る動画はですね、ちゃんと JR 北海道さんのクレジットが入るとですね、ついに出させていただきます。すごい責任が大きい、はい、でこれはあのクラウドファンは10月の末でまで募集期間があって、11月に皆さんに返礼品と映像、もう始まってるんですか？いや違う、あ、これがやってる時はもう、あ、これもう、はい、もうやってますやってます、はい、はい、すると、10月末までの募集期間なので、ぜひ皆さんもご参加というか、ご支援お願いいたします。お願いします、はい、では、そもそもその動画、そのクラファンで、これ大事なことだ、で今度作る、一緒に作るのろっこ号の動画は、クラファンでご支援していただいた方にのみ先行視聴、来年ののろっこ号が動き出した後には一部公開になります。全編じゃなくて、あの これから作るのはそのご支援していただいた方専用の映像になる、でそれは支援していただいた方のみが見れるような内容になっておいて、で来年のろっこ号がまた動き出したら、それはあの PR 動画として、のろっこ号の PR 動画としてちょっと一部こうカットとか、編集をし直したものはその後誰でも見れるようになるんですけど、はい、そんな感じです。どうなるのか、まだ撮影もしてないんでね、この段階で。そうですね、日程だけ決まってて、まあ、撮影もまだしてないんですけど、まあ、そんな感じでございますので、ぜひ皆さん、あの何度も言いますか、概要欄チェックしてみてください。クラウドファンディング、キャンプファイヤーですね。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今日はそんな、なんか言っとく？頑張ります。頑張りましょう。はい、そんな感じで、また、また楽しく動画作っていきたいと思います。はい、皆さんのこれはでもね、できるようになったら皆さんのおかげだよ。本当ですか？ JR さんも、何言ってんだこいつって多分思ったら何言ってる、割とさ、この狭い町でチャンネル登録者言って4000人、今4000人ぐらい。ぐらい。結構、おって思ってくれたんで、きっと。あ、ちゃんとやってるじゃんっていう。でもこれは本当にあの登録してくれたら、いつも見てくれてる皆さんのおかげですので、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっと長くなりましたが。というわけで、今日のお知らせは、クラウドファンディングで、JR さんと一緒に皆さんに動画をお届けするという仕事が決まりました。ぜひ皆さん確認してくださいという宣伝です。
宣伝、はい、お知らせです、はい、ではそういうことで次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイよし